伝説でライチは楊貴妃の一番好きな果物だったと言われています。もし新鮮なライチを食べることができたら、楊貴妃にとってはビンゴに当たることよりももっと嬉しいことでした。楊貴妃さえ我慢できなかった幸せな味を体験してみたいですか？それでは大樹に行ってみましょう。ライチの品種はいろいろありますが、あるライチは人々に台湾の果物の女王と呼ばれ、一度食べたらハマってしまいます。それが私たち大樹の誇り、玉花宝です。玉花宝吼，伊个特色就是讲吼，色泽漂亮，啊，伊个皮薄，肉厚，籽细，汁多。哦，这是所有的奶汁的品种这么多当中哦，啊，所有一种哦，口感最好的荔枝。台樹の玉花宝は北から南まで名を知られています。でも玉花宝の由来はちょうどシンデレラの物語のように、最初は誰も栽培しようとしませんでした。シンデレラがお姫様に変わった秘密は、花園の中を一回りしないとわかりませんよ。あら、この玉花宝の花はこんなに綺麗に咲いているのに、どうして摘んでしまうの？本当にもったいないことをするな。誤解しないでください。おばさんはギャンブルに負けてご機嫌斜めだから花を摘んでいるのではありません。実は玉花宝の特性で、花は2割までに減らさないと順調に実を結ぶことができないのです。この順序は一般的に農民が言う粗化です。爱收割的，你若无收割吼，到尾啊，也那个着果率比较不好啦。我们就选择一只至两只哈，啊，选择那个枝哈比较壮的，然后把它留起来。啊，你留起来当中吼，头啊尾啊用刮开，啊，然后头啊用头啊念刮开，啊，顶多是留四枝至五念有无吼，啊尾啊搁搭起来呢。粗化をするときは叩いてもつまんでもどうやってもいいです。でもこの粗化という考えは一体誰から始まったのでしょうか？玉花宝を大樹に根付かせた伝説の人が、このかっこいいおじいさん、玉花宝の父、王金泰さんです。玉花宝28年都我有通买吼，到今年都28年，啊，那乌花也是足久啊，像许四十，所以4-5岁遐就好做花到即嘛，啊，我八十八啊。もし玉花宝がシンデレラであるなら、金太爺さんはシンデレラをお姫様に変えた魔法使いだと言えるでしょう。ただし彼には魔法も魔法の杖もありません。玉花宝の技術を突破させた鍵は、ただ彼の数々の荒波を経験した両手と、玉花宝を自分の子供のように可愛がり、絶対に子供を諦めないという心にありました。これは玉花宝は好きで、あとは計画、商品計画改管、我倒唔敢放弃，用一只免洗、一只免洗、免洗石灰啦、光灰啦，还用咖啡啦，迄弯弯转转直直研究啊，研究不断的研究，让研究成功起来。你黑啊！30数年前、玉花宝は大樹において本当に誰もが嫌っていました。
金太爺さんの友達もみんな怖くて栽培しませんでした。ただ彼だけがバカだと笑われてもやり続けたことによりついに横流疎化法を発明して玉化法を起死回生させたのです。水前有还是为什么较无人去推广？就是讲，迄个时阵的医药包吼，啊，无人要种，啊是安怎无人要种？无人要种的原因就是讲，伊足够开花，吼啊，但是就凋过，吼，开花开了了的阵哦，啊，等到要凋过啊，就是烂了了。啊，到头二十当前啦吼，二十当前了的阵，阮大树一挂只种乃至的前辈啦吼，做一个研讨吼。啊，来开发这个玉荷包，哦，玉荷包吼，终于吼可以找果。哦，迄个飞钓吼，迄阵吼，大家相亲亲切，我啊，你无落牛啦，玉荷包都无人过会钓啊，另外你都过会钓，安尼吼，甲我找个人，带乌尾仔煞，尾也煞，有那嘛是不，有那嘛是对我不来塞。成功は一人の喜びです。しかし分かち合いは一種の無視な偉大です。以前人々が彼に玉化法の栽培は諦めろと言っても彼は聞き入れませんでした。今では人々が彼に秘訣を隠して自分だけ儲けろと言っても彼は聞き入れません。彼には自分の考えがあります。それは正しいことを堅持することです。这个乃至吼，较早就是技术足好啊，足少啊，要消费过吼，煞无够产量，无够量。我转场开放，讲叫人参观做做吼。迄个有这个大量吼，啊，咱对这个外销吼，当有够迄个数量通互外销安尼。金太爺さんはこの物語のことをよく玉化法一揆と言います。考えてみればその通りで、当初蘇化が成功して全体重を黒曜来地から玉化法栽培に移行させたことは確かに一揆のように賑やかです。技术上突破了后阵，吼，会雕刻了后阵，一推出上市的时候，吼，哦，消费者，吼，足喜啊！以前一斤拢卖到三百、四百、五百咧卖，人啊出来的时阵，吼，相当的高。所以我唔才讲吼，三百到五百，一台斤三百到五百那个价位，吼，以前的，吼，这个价位，你要看种一甲地的，有法当收入千万、百万，吼，这，吼，当然，吼，是很诱惑的一种产业啊，吼。来地園はもはや彼の第二の家です。後輩はみんな高校者で彼によく休んで幸せに暮らすようにと勧めます。しかし金太爺さんにとって花園で働くことは彼の本当の楽しみなのです。这个过这个过去是好好好的呢，好这个咱人身体会用啦，来真那像在运动安吼，啊对这个乃至长有感情吼，啊较趣味啦。所以吼，我也无爱四界佚佗，拢爱这个乃至较安尼猛看安尼。毎年1月から5月初旬まで。胎樹はちょうど煮えくり返った熱湯のように熱い熱い。玉化法は美味しいけれども生産期はたったの3週間しかありません。1年分の苦労はここにかかっているんだから必死にやらなくてどうしますか。胎筋採取は这个做保险的三团的工人呢，这是专业，是专业的。来地が美味しいのは他の方法はありません。つまり新鮮であることです。当庁の詩人の白居易でさえも、この来地はもし取ったら、1日で色が変わり、2日で香りが変わり、3日で味が変わると言いました。それを聞いたら慌ててしまいますね。やはり早めに食べた方が確実です。咱这荔枝若买回去吼，你若甲买放较久吼，你讲的咱甲报纸用个蛋甲冰起来，甲袋起来吼，会当加成几重啊？啊无你讲的荔枝较大空吼，你讲的会较紧打伊啊？啊，咱若甲用个蛋甲用报纸甲用起来，甲冰起来，会当加成几重啊？
玉花宝はどうやって保存しても3日から5日しか持ちません。その上生産期も短く集中しているので、もし価格が市場崩壊すると農民は丸1年お腹を空かせることになってしまいます。月花有时候你有一个环节一不小心，或者是天候有一些异常，真的有时候一年收不到，一年收不到几万块，真的有时候真的会比你投入的真的还少很多。哦，真的有月花包，真的因为它的过程哦，你看那个肥肥管理到后面的疏花，哦，那个都真要投入很多人工成本上面去。月花包一年几斤就是这样，啊，你这物件。哦，面对的讲，咱整个国内这种植的这个哦面积，如果产量过剩的话，哈，它就会价格崩盘嘛。尽量减少流入哈，这个市场的通路，哦，啊，来给农民哈啊做一个哦，这个市场的这个另外加工的这个规划的通路。哦，这个叶包的荔枝哈。而且外销的情况哈，咱乌叶的时代咧生产吼，大概都拢外销国外，啊外销的这个市场大概就是以咱美国吼，而且个洛杉矶啦吼，加拿大吼啊，以日本吼，而且个消费市场，大概以这三个市场吼啊，作为这个外销吼，而且个出口国安尼啦吼，啊咱叶荷包的这个品种吼。跟大陆的这个灰指蟹的这个品种哦，比较相似嘛，但是唯一市场竞争起来下来的是，当然是我们的品质比较好。咱大酒窖。叶包这个底下，你看到颜色它是绿色的，它绿色它慢慢会变成黄色，完了黄色到最后以后，你看它底下会变成红色，哇，它的差别是这个样子，哦，其实这样子口感的时候是最好，是最标准的。安全。那婆婆哎，那传统的安是无采，无采，即咱这药包，就爱直播，播到底，即普通消的，普通消的，咱卖存咧皮面，对这营养那帮助那会造出来。真真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 神様が大樹の人に送ったプレゼントです。こんなに美しく、こんなに甘いから、一目見たら誰でもにっこり微笑んでしまいます。玉花宝の美味しさの秘訣は他でもなく、作る人が心を込めることです。そうすれば食べる人は自然と、この土地の香りと、一生懸命頑張った美味しい味を感じることができます。